マイナビニュースをご覧の皆さん、古川優太です。白浜蘭です。僕はもうもちろん存在は知ってましたし、活躍されてるのも知ってて、その歌とダンスをやっぱりメインにやってるイメージだったんですけれども、やっぱりこうやって一緒にお芝居をして、もうお芝居もしっかりされてる方なんだなと、まあ、すごく年は下なんですけど、すごく尊敬できる仲間だなと思いました、はい、ありがとうございます。はい、そうですね、僕も古川さんもともと知ってて、で実際一緒になるってなった時に、なんかプライベートってどういう方なんだろうなってすごく思ってたんですけど、行きの飛行機からもう一緒だでしたよね。そうね、そうね。極寒に消えた飛行機から一緒だったんですけど、あれすごかったね。行きの飛行機寒かったっすね。なんか暑い国に行く飛行機って多分すごく冷やしてるんですね、きっと。で、お互い半袖に短パンで行っちゃって、日に冷えててブランケットくださいって言ったらお金取られたのがすごくいい思い出なんですけど、なんかでもその後早速現地着いて、その日はもう入りだけだったので、一緒に街とかちょっとブラブラさせてもらったりとか、ランチしたりとかっていう中で、なんかすごくやっぱおしとやかで優しい方だったので、なんか僕もその初めから壁を作ることなく関係性が作れたなと思いますね。割とそのやっぱ敵対しているし、僕的にはすごく憎い存在ではあったんですけど、まあ、裏ではかなり助けていただいたところが多くて、それこそさっき言ったその初日で街を散策2人でしたんですけど、その時はもう全部白浜君に頼って英語を話してもらって、自分のメニューも頼んでもらったりとかして、はい、だから関係性はちょっと劇中とは逆の、そうですね、はい、パワーバランスになったと思います。全くその劇中のバチバチ感とかはなんかあんまり意識せずに、しかもなんか意外と劇中もずっと一緒ではなかったんですよね。なんかバラバラのシーンとかも結構あったりして、でなんか会話することがそのセリフの中でもなんかあんまり、そのラストのとことかほぼ喋ってないじゃないですか。でもなんか僕としてはすごくやりやすかったですね。まあ、もちろん僕らより全然先輩で活躍されてる方ですし、僕としては貴重な経験になりました。もう初日かな、ビビアンさんとの初日、海外での初日かで、もうすぐご飯行こうって誘ってくださって、なんかそのお芝居の話をするというよりも、そのなんだろう、みんなのプライベートの話をして、なんか関係性をギュッと深めるっていう時間を作ってくださいました。でビビアンさんのチームというか、その、メイクさんだったりスタイリストさんだったりも含めて、すごくね、大人数で賑やかに楽しい時間を過ごせて、それを結構頭でできたので、割と助けていただいたというか、その関係性を作る上で、はい。まあ、僕も比較的明るい方だとは思うんですけど、ビビアンさんのもうなんか天使のような明るさですごく助けられた部分はありましたね。なんか結構スコールとかで撮影が止まる時とかもいっぱいあったんですけど、なんかそういう時でも全くなんかマイナスなネガティブなこと言わずに、ビビアンさんのそのチームの方がお菓子みんなに配ったりとか、すごくなんか気の使える方でしたし、なんか助けられましたね、本当に。優しいよね。優しいですよね。すごい、僕汗かきなんで汗だくになってたら、自分のその扇風機みたいなのを自分の首にかけてくれたりとかなんか困ってる人とか、多分そういうのすぐ助けてくださる方が。僕、尋常じゃないようなお菓子もらいました、ね、食べて、これめっちゃ美味しい、大好きですって言ったら、もう、あ、まだいっぱいあるからねって言って、キャリーバーやったらめっちゃ詰まってくるじゃないですか。キャリーバッグの中パンパンにお菓子詰まってます